ひたまいでさえ、今回はね、ワノ国ガチャ第2弾ということで、まあ、遺贈が来たということで、まあ、やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いしますと。なるほどね。まあ、キャラ詳細見ていきましょうか。青のアタッカーということで、これ通常遠距離かな、この感じ。で、スキル1、吹っ飛ばしで18段攻撃ね。なるほど。これあれかな、ベビーファイブみたいなスキルなのかな。で、スキル2はもう吹っ飛ばしと、うん、両方とも多段ということで、火力こっち高いね。え、1段目から7段目が 572?え、めちゃめちゃ高くね。まあ敵に攻撃した時 100% くるから 100%。 あー、ドフィー系にした方がいいってことかな。最大 500%。 回復メダルありかな。で、敵チームのガイドはいはい、クリティカルアセンサーでありこう、はい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 。え、結構向上にしては強そうだが、うんうんうん。10秒間敵に、敵に6回ダメージあって攻撃力10。え、待って、え、普通にめちゃめちゃ向上の割に特性とかスキルはめちゃめちゃ強そうな感じはするが、まあ、ということでね、まあ、今回ガチャ引いていこうかなと思います。いやー、できれば80にしたい。うん、2周でね、だ確定外でまあ1体出てくれれば、1体出て、おえい、引けるか、なんじゃこりゃ。いや、確定外でまあ1匹、もう1人激アツじゃん。確定外でお願い、一人、よっけよっけよっけ、激アツ激アツ。でかい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 。マジででかい。うわ、27か。ここ金引きじゃないと当たんないぞ。金引け、金で引け。あー、やばいなー。赤引きはちょっと渋そうだが、まぁ、ちょっとこれ見てみようか。うん、うん。いやー、ちょっとなー。いやー、確定外で一体出るか、アタッカーだもんね、青の。オッケーオッケー、そこは。うっしゃ、吐きたか。いやー、頼む頼む頼む。マジで本当に。本当にこれね、もう、おぉ、おきくさん。待ってね、ちょっと待ってね。この前ね、誰だっけ、なんか、セニョールピンクか。セニョールピンクで俺大爆死したんだよね。ダイヤ1000個使った。おっと、今日は暑いぞ、俺。今日は暑い。オッケー、金引け。今日は暑い演出だぞ。いや、でかい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 。32。よしよしよし。これ、赤引き以上だったら暑い。オッケーオッケー、赤引きならまだまだ熱い熱い熱い。これあるぞ、これ遺贈あるぞ。いや、これ全然ある全然ある、これ遺贈全然ある。よーっと、スネークマン、しかし工場だからちょっとわかんない。よーし、よしよーし、でかすぎる。よし、これでもう2周で確定っすね、80レベル。いやー、よかったー、今回よかった。神引きか、なんなら1周で終わらしちゃってもいいぞ、80レベル。ごめんなさい、調子乗りました。はい、オッケー、でかい、これめちゃめちゃでかい。神引き、普通にこれは神引きと言っていいでしょう。さあ、おっと、いや普通にね、ガチャ運なんか最近上向きになってきたんですよね。まあ来年の超フェスに向けて、いや、なんなら今月のフェス限に向けて、どうかお願いしますと。だから麦わらの一味集まってもさ、結局全然熱くなかったよね、なんか。このガチャ。なんか演出依存なんだよ、このガチャ。でも麦わらの一味逆に最後に大キャロット集まっちゃうと、だから逆に当たりづらいみたいな、俺の中であるんだけど、なんか皆さんどうです？僕めちゃめちゃそれあるんですけど。はい。11体目。おい、ワンチャン？あ。くそ、アタッカーマーク出たからさ。よし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 。これ確定っすね。さあ、ここは、まあ多分フル演出でしょう。はい。まあ、ここが、え？黒旗？これだいぶ渋くなったんじゃない？今の黒旗でだいぶ渋くなったんだが。いや、これ確定だっけ？いや、マイナス2ポイントでも当たるんだね。いやー、なんかマイナス1ポイント、なんか確定以外ででも当たったとこ見たことないですけど。いやー、頼むよ。いやー、ないか。ないかないかないか。まあ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 。まあ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 、ありがとうございます。あの戦争、オッケー、ボイスついてるね。うん、ちょっとね、俺録音中してると、もう動画撮ってる時ってボイス聞こえないんで、ちょっとすいません。また後でね、皆さんで確認しましょう。はい、すいません、これ大爆死。おお、普通に当たってた。いやー、いやー、節約したいよ。でも言うてダイヤ、オッケー、ここまで来たら早くもう一手当てよう、遺贈を。オッケーオッケー、はい、熱い、やばい、今日神引きかもしれんぞ、今日神。あ、すいません、何でもいいっす。お、麦わらの一番集まった、わあ、麦わらの一番集まった、これ激アツ、これ遺贈当たってもいいんじゃない、麦わらの一番頭まったってことは。え、麦わらの一番集まっちゃったよ、これプラス5点とかない、いや、5体目6、はい、え、麦わらの一番集まったってことは全然あるっしょ、これ遺贈。めちゃめちゃ渋いやん、麦わらの一味。麦わらの一味やっぱ渋いよね、こいつらマジ渋いよ、ほんとに。いや、ごめん、麦わらの一味のことこいつらって言っちゃったけど、いや、マジでガチャ演出のこいつらマジで渋い、ほんと
当に麦わらの一味は渋すぎる。最初の2人だけ出てくればいい。本当に最後に集合してる意味がね、もうほぼないのよね。集合してる意味ないよね。まあ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 、確率通りか。まあ100分の1。いやまあそれだけでもね、俺は全然嬉しいですよ。え、でもこれワンチャンドフィーぐらい強いぞ、伊蔵。いや、ドフィーの劣化版感は否めないかもしんないけど、でも全然強そうだけどね。いや、このさ、最近工場、ワノ国ピックアップ多すぎん？わかる？なんかめちゃめちゃさっきからさ、犬嵐だったり、なんか、ね。ま、それだけ。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。悪くない悪くない。さ、ここから、32。よしよしよし、ここ金引きだったらあるぞ。ここ金引け。ここ金で引け。金で引け。うわ、白は引け。白は引くな。まずいなぁ。いやー、これちょっと渋くなってきてるぞ。はいはいはい。悪くない悪くない悪くない。5体目。6。はい。悪くないよ。7。はい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 、めちゃめちゃ悪い。いや、まだわかんないけどね。異常かもしれない。全然違う。3000万。まあ、とりあえず確定。まあ、1周か。まあ、2周で。まあまあまあ、全然いいでしょう。うん、めちゃめちゃ演出渋いやん、最後。めちゃめちゃ渋いやん。はい、ということで、まぁ、ちょっと見ていこうかなと思います。あー、なるほどね。まぁ、アタッカーですからね。まぁ、ドフィーと丸かぶりって感じはするよね。ドフィーと丸かぶりじゃない。もう、役職も、属性も、まぁ、そこら辺はあるんですけど。さあ、まぁ、これね、まぁ、追尾しない。ちょっと球遅いな。ちょっと球遅いのは、まぁ、ドフィーの劣化版で、ドフィーってさ、僕ずっと思ってるんですけど、なぜかダウンしないんですよね、通常攻撃。そう、それが僕ね、結構おかしいと思っていて、よしよしよ、ここはダウンするのかな。あー、ちょっとわかんないわ。KO しちゃったわ。さあ、ここは？あ、KO しちゃったわ。まぁ、ちょっとそこら辺はね、また試合中に見ていくんですけど、とりあえずスキル打ってみる。スキル1が、なんか結構長押しだったから、あ、ごめん。ちょっと回避しちゃったわ。回避しちゃって、なるほど。おー、なるほど、なるほど、なるほどね。さあ、これスキル1がどんぐらい届くか。ちょっとシュール、ちょっとシュールだね。ちょっとシュールだね、なんか。なんかちょっとシュール、なんかちょっとシュールだよね、今の。なんだろうね。なんかシュールだよね。まあ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 。まあ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 、おもろいやん。じゃあ、おもろそうだわ。ちょっとスキル2打ってみようかな、じゃあ次。行かせない。なんかちょっとシュールだね。ちょっとシュールなところ、ちょっとおもろいけどね。なるほど、なるほど。まあ、ちょっと楽しい。なんかシュールだね。ちょっとシュール、ごめんごめん。あの、感想。あの、めちゃめちゃ言うと、シュールだね。